脱毛とは、体毛を意図的に除去することであり、美容あるいは身出し並みの観点から行われる。ワックス脱毛、レーザー脱毛、ニードル脱毛など、各種の方法がある。かつては女性による脱毛が主流であったが、近年は、男性が行うことも、少なくない。体毛を除去するためには、カミソリを用いて剃毛する、クリーム状、または、 包状の除毛剤を用いて、除毛をすることなどがあるが、脱毛は毛を毛根から抜くことを指し、毛抜きなどを使ったり、ワックス脱毛のように多くの毛を同時に毛根から抜くという方法が取られている。毛抜きなどに代わり、電動の脱毛器具も市販されている。技術の進歩によって、直流もしくは高周波の電流によって毛根の組織を破壊して、 毛の再生を阻止する針脱毛が用いられるようになり、さらにレーザー脱毛のように赤外線の熱エネルギーによって短時間で多くの毛根を同時に破壊することが可能になった。現在のような器具や脱毛剤を用いるか否かに、かかわらず、脱毛そのものは考古学的には2万年ほど前から鋭利な石器や貝殻を用いて削り取るように沿っていた、と推測されている。 脱毛剤は、美観や、宗教的な目的で、紀元前4から3世紀の頃より存在し、香料を混入した粘り気のある、ペースト状態の油脂やプ粉を、肌の上に転がして脱毛する方法は、現代においても、体毛を不上と位置づけている宗教で、婚姻の際などに花嫁に用いられている。また、溶岩が硬化する段階で、 火山ガスを放出して生成された、微細な気候を多く持つ軽石や火山板を混入した、練り物も存在し、微粒子がすり合って、体毛の切断や除去に用いられている。紀元前3世紀頃のシュメール人はピンセット、もしくは毛抜きを用いて脱毛し、古代アラビア人は縄を、体毛の上に転がして、縄目のよりを利用して脱毛していた。 紀元前300から100年頃のものとされる古代ギリシアの出土品の中に制度性のピンセットが現存する。古代ギリシャやローマでも女性は体毛の除去を行っていた。例えばギリシャのアリストパネスによる儀曲女の平和には女性同士が浴場で話し相手の綺麗に脱毛された下腹部を話題にする描写がある。 紀元前70から30年頃のクレオパトラ7世を、はじめとするプトレマイオス朝の埋葬品の中にも、制銅性のカミソリが存在し、砂糖と蜂蜜や蜜蝋を練ったものが使用されていた。一方で男性に関してはヘロドトスが、人間は死後に髪の毛や髭が伸びるのにかかわらず、エジプト人は暇さえあれば、髭剃りをしているとのべきを表しているように、 成人男性は髭を生やしているものと考えられていた。しかしローマではやがて男性も髭を剃るようになり、さらには体毛を除去する男性も現れるようになった。セネカが浴場では体毛を抜く時に上げるうめき声が、聞こえてうるさいと記していることから、紀元一世紀頃のローマの公衆浴場ではそれはよく、見られた光景と考えられる。ところが髭を伸ばす風習は、 ハドリアヌスの時代に再び現れる。ギリシアかぶれとして知られるハドリアヌスはギリシア風にヒゲを生やしたままにしたという。ハドリアヌス以前にはヒゲを生やした皇帝の彫像は見られないがそれ以降にはしばしば見られる。このような顔面をはじめとして体毛を除去する行為は高貴な地位を表すステータスシンボルとされていた。アラブやイスラーム社会では 成人男女ともに首から下の体毛を低毛することがイスラームが没効した1400年以上前から現代に至るまで宗教的身だしなみとして規定されている。そのため男女ともども10日に一度程度の頻度で脇毛や陰毛をカミソリで剃ることが習慣である。平安時代の日本では表面が滑らかで同種の貝でさえも 別のものでは決して合わない2枚以外のハマグリの外縁部を使い、額の生え際を整えるため毛を抜いていた。ちなみに、額の生え際の何らかの脱毛処理は13世紀頃の英国でも行われており、女王の肖像画から脱毛の存在を押し量ることができる。江戸時代中期以降となると、髭を含め体毛全般が嫌われるようになり、眉を抜いて薄くし、 これを、合体眉湯として、息を競うことが流行。また、男たちは、銭湯で脱毛に励んだ。男湯限定で、常備されていた、ケキリ石という軽石や貝を擦り合わせ、削り取るようにして、すね毛、脇毛、陰毛、尻や肛門周辺の毛等の体毛を除毛していた。カミソリで剃ることもあった。 当時はふんどし姿でいることが多く、その時に覗く体毛が嫌われていたためである。このことについて川柳にも、雑録クク誓わず亡くなり、ケキリ石という句が残されている。一方で、女性も、男性と同じように脱毛をしていたが、特に遊女は石を使った方法だけでなく、線香の先で焼き切るという方法も取り入れていた。現代の日本は、女性が主に、脇。 腕、足など、比較的露出する部位を中心に脱毛することが多い。そのため、脱毛用の商品や店舗は、女性性に用であることが多い。男性の場合、以前は、体毛こそ男らしさの象徴とされていたが、近年では、美意識の高まりや、清潔感の向上などが理由で、男性でも脱毛する機会が増えてきた。 男性専門の店舗まで登場するほど普及が広がっている。トミニクアングル、泉脱毛の理由は様々である。文化的には、蒸気で見られるように、古代から体毛を除去する慣習が知られており、タンクトップや短いスカートの着用にあたって、皮膚が露出する部分の脇毛やすね毛は、低毛するか脱毛するかということが一種の見出しなみとなっている。 ドミニク・アングルが19世紀に描いた女性の体には、脇毛や陰毛が認められない。男性においては、ヒゲをそれということは、日常的ではあるが、近代までの西洋世界では、日常的には、ヒゲ以外の体毛処理はあまり行われず、例外的に自転車競技やサッカー選手、野球選手が、足の毛を怪我に備えての処理をするくらいであった。また、美容目的では、 ボディビルダーが全身を脱毛するくらいであった。しかし露出や裸体への強烈なタブー感が薄まるに、つれて、現代では脱毛も徐々に行われるようになった。性器や肛門周りの脱毛については、群れの軽減、排尿、排便後の処理の手軽さ、成功時の快感アップ等、数多くのメリットがあるため、男女問わず広まっている。医学的な理由としては、逆まつ毛や、 多毛症のための処置などが初期の理由として挙げられる。針脱毛やレーザー脱毛は医療行為とされ、医師のいないエステティックサロンでの営業には法的問題があった。また、高額な内容であるにもかかわらず、その場ですぐに契約させようとするといった問題もあった。厚生労働省が2001年に医師免許のない者がレーザー脱毛をすることは、 医師法違反と通達したのを受け、各エステティックサロンは、業界団体の再編や、そこでの検討を経て、レーザーの出力を一定値以下に抑えるなどして、対応している。しかし、2009年には、神戸市をはじめ近畿、中国地方の西日本地区に店舗を展開する、エステティックサロンチェーンが、医師免許を持たない、従業員に、レーザー脱毛を行わせていたことが判明し、 兵庫県警が、医師法違反容疑で捜索を行っている。この店の利用者の中には、やけどなどのトラブルに見舞われた者もいるという。2012年3月には、2011年7月に、医師免許がないのに20代の女性に脱毛する、医療行為を行ったとして、大阪府警生活環境課と曽根崎署は6日、エアフール女性社長とエアフール梅田店店長、 従業員の三人を医師法違反で逮捕した。続いて、同年6月には、山形市のエステ店で、医師免許を持たずに、医療行為の光脱毛を行ったとして、山形県警生活環境課と山形署は29日、同店を経営する、ブラッサム社長ら三容疑者を医師法違反の疑いで逮捕した。また、2014年4月にも、姫路市のエステサロン、 ハニーフラッシュの経営者と元店長の合わせて3人が医師法違反の疑いで逮捕された。同店では8年前から客に対して同様の脱毛行為を行い、これまでに少なくとも310人の客が店側に健康被害を訴え出ていたとのこと。また、さらに厚生労働省研究班が医師を対象に調査した結果によるとエステリオ後に健康被害を訴える人が 相次いでいることが判明。患者324人のうち41%が脱毛の手術を受けており、研究代表者はエステで使われる光脱毛器の不適切な使用で、やけどを負うケースが多いと指摘している。2017年5月11日、国民生活センターは、美容脱毛に関するアンケートの結果を発表した。うち7割以上が脱毛による、 副作用のリスクについて説明を受けていなかったことが判明。同年3月にインターネットで実施したそのアンケートでは回答した男女1000人のうち255人が手術後に痛みなどの症状が出たと答えた。このうち事前にリスクの説明を受けていたのは67人にとどまった。脱毛手術をめぐっては全国の消費生活センターなどに トラブルの相談が後を絶たない。国民生活センターのまとめでは、2017年2月末までの約5年間に、やけどなどの症状が出たという相談が、計964件寄せられた。治癒に1ヶ月以上かかる、重症例も129件あった。相談内容は、脱毛エステを受けたら背中など広範囲に発疹が出た、美容外科で、 レーザー脱毛を受けたところ肌が腫れシみが残った、など。手術場所はエステが680件、医療機関が284件。西山美容、形成外科医院の西山慎一郎院長によると、脱毛の際は患者の肌質によってレーザー照射時間を判断するなど慎重な対応が必要だが、それでも症状が出る場合もあるという。西山はリスクについて事前に、 十分な説明を受けることが大切と指摘する。一方、消費者に誤解を与える広告も多い。施設によっては、痛みゼロ、トラブルの心配なしなどの表現で宣伝していた。完全に毛を生えなくする、永久脱毛は、医療行為のためエステではできないが、処理した毛はもう生えないなどと宣伝するエステもあり、国民生活センターは、医師法に転職する。 可能性もあるとしている。ワックス脱毛とは、脱毛用に開発されたワックスを皮膚に塗り、毛とワックスとが接着する性質を利用し、これを引き剥がすことによって、毛を毛根から取り除く方法である。家庭用での自己処理のために、室温で使えるジェル状のものや、シートに塗布された状態で市販されているものもある。エステティックサロンで用いられる、業務用のワックスは、 室温では固形であり、金属の缶に入ったままヒーターで加熱されて、誘拐させて使用する。この際、木製の使い捨てスパチュラを使って、ワックスを脱毛する部位に塗る。ワックスは、綿や不織布でできた当て布を用いて引き剥がす、ソフトワックスと呼ばれるものと、ワックス自体が固体化する性質のハードワックスと、呼ばれるものがある。毛を、毛根から取り除くことはできるが、 毛乳頭は体内に残っているため、いずれ毛が生えてくる。永久脱毛ではなく、あくまで一時的な脱毛方法である。光脱毛とは毛根にダメージを与えることで、体毛を除去する手術の総称。毛根に存在する、メラニン色素に反応する光を照射して行う。毛根を破壊するのではなく、ダメージを与えて、脱毛を促す点で、医療レーザー脱毛とは異なる。 医療レーザー脱毛がクリニックなどの医療機関で行われるのに対し、光脱毛はエステサロンで行われるのが一般的である。医療レーザー脱毛とは、黒色、または茶色に吸収される波長のレーザーを皮膚に照射することで、毛や毛根、周辺組織にダメージを与え、脱毛する方法。毛のライフサイクルのうち、成長期に照射した分の実が脱毛されると言われ、 対抗期の毛に照射しても効果はない。これは毛根に対して十分な熱量が与えられるのが成長期に限られるからである。医療行為のため医師もしくは看護師でないと照射はできない。こちらもあくまで原毛であり永久的な効果はない。ニードル脱毛は電気針を使用する医療脱毛の一種。針脱毛、電気針脱毛とも呼ばれている。 皮膚科や美容整形外科のある病院で行われる。医療行為のため、医師、もしくは看護師でないと手術はできない。1875年、アメリカの眼科医、チャールズ・イ、e、ミッチェルによって、逆さまつげの治療法として考案される。日本には1960年あたりから取り入れられた。毛穴に絶縁針を刺し、電流と高周波熱で毛乳頭を焼き、 組織を破壊して脱毛する。針を刺すと言っても、神経同様、2から3ミリメートルほどの深さのため出血することは、ない。毛乳頭が完全に破壊されると、そこからは永久に毛が生えてこない。アメリカ食品薬品局が、 永久脱毛の効果がある、唯一の脱毛方法として認めている。レーザー脱毛では行えない産毛、白い毛、眉毛、日焼けした肌や、シミ、あざ、ほくろなど、メラニン色素が濃い部分の脱毛が、ニードル脱毛では可能である。手術時に痛みを伴い、色素沈着や、内出血等のトラブル事例も散見されており、手術時には、 注意を要する。ありがとうございます。